今日からグリーーンンコミュニケーションご案内役松岡千鶴ですこの番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所欲しいものがきっと見つかる文具タグ企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。 グリーーンンコミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案しますさあ、えー、今日夕方5時から金曜日生放送しておりますが10月になりました10月1日ですさあ本格的な秋の始まりですと。 言いたいところですが、今日はちょっとなんかやっぱり台風があの太平洋上にある加減で、やや蒸し暑いっていうそんな気もいたします。皆様はいかがお過ごしでしょうか。でも緊急事態宣言が、今日から、えー、発令が解除されて、少し、 ホッとしたかなというところですがあのこれからもやはり同じように気をつけて過ごしたいなと思っておりますさあとはいえ芸術の秋今回は本当に素敵な方です東映剣会創立70周年の話題をお伝えします東映京都撮影所俳優部の俳優堀田、えー、高博さんに お越しいただきました。お忙しいのにありがとうございます。いえいえ今日はどうもよろしくお願いします。楽しみにしてまいりました。<laughs> 楽しみにしてましたよね。いはい。よろしくお願いします。はい、はい。やっぱり声が張るというか、やっぱりよく通る声ですね。あそうですか。いやもう本当嬉しいです。<laughs> そうですか。まあラジオですからちょっとささやくような声でもあ大丈夫ですか大丈夫なんで。はい。よろしくお願いいたします。はいお願いします。はい。さあ、えー、東東映京都撮影所俳優部 俳優の堀田孝博さんとご紹介しましたが堀田さん、本当にあの時代劇だけじゃなくって、まあ、いろんなものにご活躍ですよね<お>ご自身をこう紹介する時にもうこういうの出てますっていう,こうプロフィールというかいろいろおっしゃると思うんですけどラジオを聴きの皆さんに僕はこういう俳優なんだっていう感じでちょっと紹介していただけますかあ分かりました。はい はい、ええー、私はですね東映京都撮影所で俳優をやっております堀田です。ああであのー、まあ時代劇だけではなく、うまあ例えば東映の作品で、えー、現代劇有名なところでいうと仮装剣のあ仮装剣の女はい今、はいまあ、今劇場版も公開中かなはいまだおあれ終わるわけじゃないですよね。もうまだ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 、あのー、続く続くと思いますはい、はい、仮装剣の女も出たもうそうですねあのー 映画版ではないですがあのテレビ版の方にはさまざまな役でえっと本当にいろいろありますよあのなんか犯人の役もあればすごくなんかこうめちゃめちゃあ警察官とかあのうんそうですねなんかこうゲストの恋人とかはいいろんなこうどれも似合いそうです。さまざまなはい役でまあ東映ならではですねあ東映で作ってる作品なので。 はい、まあ、東映の役者をたくさん使っていただいておりますので、まあ、皆さんがご存知のもので言えば「科捜研の女」その他には、えー、どんな感じで時代劇はいかかがですかそうですすそうね時代劇ああのちょっと先の話になりますが、はい、あの東映70周年記念の映画を,<ー>を今あの制作中でしてネットニュースでも上がっておりますが。はい えそうですね木村拓哉さんやえ綾瀬はるかさんがあの主演される作品も東映で今あの実際にえ現在進行中ですそういった作品にもまあ私含め東映議会のメンバーもたくさんあの出ますので時代劇時代劇ですどういった内容かっていうのはまだちょっと言えないですがはい時代劇をあの、はい、公開されるその予定っていうのは来年のどうですかねまだちょっと まあ70周年なので,で、はい、おそらく来年なのかなとは思うんですが<あ>、はい、そうですね本当で言うとこの今日お話していただく鶴井会来年が70周年ですねということですね,ですねはいまあいろいろ出ておられるということですよね、はい、あのまあ、えー、堀田さんは ちなみにご出身どちらなんでしょうか。あ、出身は京都です。京都はい。もう本当に地元で、はい、あのこのラジオカフェさんがある場所も三条寺町です。うそうですね。はい、もう学生時代からよく買い物に来たりとか、はい、あ映画館あの今はもうシネコンになってますけど、はい、昔は単館の映画館があそこにあって、その当時からよく映画を見に通ってましたね。そうですか。はい、あの北山近辺に住んでた人が。 その自転車でこの辺りに小学校時代に来て遊び場はそういう劇場だった映画館だったっていうもうなんかただでいろんなものを見たりとか、はい、まあそういう子どもの遊び場っていうそういう親しみの持てる場所だったんですよね。こののりはそうですね子供の時 でもちょっと若いから違うかもしれないです。時代が。あ、時代、時代が、<laughs> なんか。今の人は五十代なので、堀 <laughs> 田さんは。ちなみに40代えっと。今年四、四十ですねあ。そうですよね。時代がだいぶ違いますね。そうですか。そうですね。私の時、まあ、あの、中学校ぐらいから、なんか、こう。あ、遊び場になってきたみたいな感じですか、ね。かあ、そうですか。はい。まあ、この俳優という職業は、なぜ、その。 まあ学生時代というお話もありましたが、あのー、多分学校で習え学ばれたことではない道に進んだんじゃないでしょうか。そうですね。うん、学校で学んだことではないですね。あのー、そうですね。昔から映画ドラマが結構好きで、はい、あのー、脚本家の野島真司さん。 っていう方がおられるんですが、はい、あの、まあ社会派の方で、その方の作品を見るのが結構好きで、はい、で、そこからなんかこう、ドラマにどんどんハマっていきまして、<ー>で、映像を中心に、まあ活動したいなと思ってたんですが、中学校の時、役者になりたいと思って、中学校の時に、あ、そうですね、はい、中学校三年ですね。ええ、すごい。で、あの、まあ漠然とした夢でしたけれども、うん、あの高校生の時に。 と、学校で、何ていうんですかね、課外学習みたいなことで、はい、劇団四季のライオンキングを見に行ったんですね。<ー>学校、全員で、はい、京都劇場とか、そういうところに。えっとね。それは、まだないですね。ないですね。京都劇場は大阪に、行ったかなと思います、はい、その時は、はい。はい、で、ええー、あの、舞台をちゃんと見たのが初めてで。はい、あの、客席にまでこ、この演者さんがこう来て。 客席と舞台が一体化するようななんかこう作品でも感動してしまってなんかこう人間一人一人が一つの作品に向かって何か熱を注いでそれがなんかこうすごく感動してしまってこういったなんかこう目に見えないものなんかものづくりも 物理的なものづくりも大事ですが何かこう一回性というか舞台の一回性消えてしまうんだけれどもその時に人々を感動させるような目に見えない力っていうのに見せられてしまいこれ絶対役者になりたいこんな魅力的な仕事他にないんじゃないかと思って高校を卒業して18で東映の門を叩いて今に至るという形ですね。 そうなんですか。はい、生まれ育ったのも、そのあたり、えー、さっきっ。あ、そうですね。はい、はい、あの、本当、に太秦近辺に、あの、実家もありまして。はい、あの、子供の時から。やっぱり、その、映画の街の中で、はい、ま、暮らしていたこともありました。はい、大映通りって、あの。あ本当に、太秦の撮影所のすぐ近くの通りなんかも、よく。えー、あの。自転車で。遊びに行って。はい 当時なんてもう本当に今ではあんまりないですが侍がちょんまげつけた侍が普通にセット履いて着物で、はい、あのあたりで、あのー、コーヒー飲んだりとか、はいはい、もうあの映画の映画テレビで出てくるあの方まんまがもうそのまんま,まお昼食べたり。 しているという場所に生まれ育った。ったね、不思議でしたなんかすごく、えー、あのミ、ー、ド、ね、コモの五郎後が喫茶店であの格好でコーヒー飲んでるってあ<ー>すごいなんか不思議な街で、まあ、結構そういうものが身近にあったそして、えー、高校の時に見たのがライオンキングでしたっけそうです、ね、はいはいまあそうするとやっぱりなるべくして俳優になったっていう感じですかねまあ今となってはねそうありたいと願うばっかりでまあ二十二年間こうやってね役者をやって あ22年間そうすると今、あのー、この撮影所の門を叩いた18歳の時に、はい、そこからもう22年間経ったと叩いて俳優になれるもんなんですかしかしえっとです、ね、今もあのー、あるんですが養成所、はい、俳優の養成所が洞爺にありまして、はい、そこでまあ2年間勉強をしてもうそこからもう、あのー、いきなりポンと現場に えー、出させていただいてもう本当に叩き上げでもう自分で現場で、ま、学ぶような、まあ、スタイルで、えー、そうですねもう誰かこう先輩方の背中を見て育っていけみたいなあ<ー>あのちょっとき厳しい、まあ、今でもまあ厳しい日本一厳しい撮影所って言われてるんですけども東映撮影所っていうのは、えーはい、またそれが生きていた時代かなと思います。あ<ー>私の入った時代は えー、それはある意味良かったっていうことですよね。そうですねまだあの時代劇もあってっ作品がたくさんあって幸せでしたはいそうですかそして、あのーまあ、俳優になられて22年間経ったということですがあの実は、えー、と堀田さんは京都芸術大学舞台芸術学科で講師も専任講師として、えーまあ、指導する立場でもあるそうですね。はい、そうですねはい はい、何、え、回、ー、あのー、学生がうらうらやましいです。<laughs> 習ってみたいという気がします。はい。あ,あのー、なんか、<laughs> はい。私自身もなんかこうまあ20年以上やってきたことをいかに還元するかっていうのがやはりまあ演じるだけではなくそれを還元していくっていうのがある種テーマで、でそれがあのー、今の大学でもあのー、まあ上手くなされている。 いるというか、あの、なかなか役者っていうのはアウトプットばっかりで、はい、出すばっかりで、なかなかこう。インプットしていくってことがなかなかできないんですね。で、教育の場っていうのは、私も教えながら学生に学ばせていただいているようなこと,<ー>ことで。それと教えるには、インプットをしないとアウトプット、十分なアウトプットができないという,う、ね、側面もありますよね。はい。はい。なんか蓄えてきた、あの、今までのものを、はい、まあ、ようやく還元。 できているまあ役者のなんか役者が社会性を持つ大きな意味かなと思いますあ<ー>あの役者だけではなく何か社会に還元できるような、はい、まだその教えてる内容っていうのはどういう具体的に言うとどんなことを教えてらっしゃるんですかはははいい、えー、私は時代劇とと<お>、ま、の盾ですね立ち回りと<ー> あのまあそれは専門分野で教えてまして、あとはもう本当に根幹の演劇ですね。はい。えー、その演劇,演劇論的な感じですか？そうですね。あのまあ基本的にはあのー、スタインスラフスキーシステムっていう今からもう100年以上前の演劇のシステムあのロジックがあります。はい。それをベースにしてあのー、まあ世界基準のあのー、演技論、演技方法論があるんですけれども、はいえー、まあそういったことをベースにして、えー、まあ学生に。 演技の本質であったり、はいえー、土台作りというのを、まあ、あのそういったことを中心に教えている次第ですね、はい、ああそうなんですね。この、えー、今年それから去年はいろいろ緊急事態宣言などが時々にあり、えー、大学あのなかなかこうリアルな対面授業ができないで学生が本当に嘆いているという話はよくよく聞きますが。 あの堀田さんのその授業はどんなふうな感じなんでしょうそうですね去年の前期はもうあのオンラインで、はいえー、授業をして Zoom、まあ、ですねパソコン越しで Zoom、えーはい、演劇というものね、まあ、何時意味があんまりないかもしれませんが、はいまあ、どちらかといえばちょっとあの舞台半分映像半分のような、はい、あの画面越しで、えー、相手役とともに演じていく。 おおということをあのやっていきました。そうすると演じる人が複数でも大丈夫っていうことですか？それがなんか大きな利点かもしれないですね。はい。あのまあぶ舞台上っていうのはまあある程度あのね、えー、まあ間口によってあるいは奥行きによっても出る人数っていうのは限られますが、はいすね、ズーム演劇の場合は、はい、もうあの五十人でも百人でもいけます大丈夫っいうことですかす、ね？はい、いけますので、はい、はい。まああの。 いろんなズームの利点なんかも生かしながら演劇の基礎を教えて去年はそういうふうなこともしたと、はい、今はどううなんでしょう今は、はい、あの感染予防対策を徹底しながら対面で授業を行っています。はいはい、そうですかですがやっぱり、ね、マスクをしながらの演劇っいうのはなかなかこう大変で。 だからこそ気づ,かれる気づかされることであったりとか、はい、目の印象であったりとか、ね、ちょっとした体の向きとか、はい、そういったなんかこう要は顔の半分が見えないからこそ、うん、他の部分になんかこうの大切さに気づいていけるようなやりながらあの日々 <laughs> 斬新で新しいですけどんかね新しいことを私も学んでいっているような形ですかね。そうすると、まあ、あの今ななかなか不自由 差はあるけれどもそれはそれなりにやっぱりできること利点というのも生かしながらやっていくというそういうとこですね。そうです、ね、そうでですすねそそかはいそしてですねあのーまあそのまそ舞台の話でいうと最近はこう映画監督が舞台をあの演出したりとかそういう話もあのこの前大きな新聞記事になってまして。はい あのこれも結構昔からは別物っていう感じもしますがそうですね、はい、あの映像と舞台っていうのはあのやっぱり、うん、映像の場合はカットカットで割って、えーま、引いたり寄ったりが連続性というのはまあ普通はないですよね特殊なあの映画を除いては最近の舞台の場合はもうおっしゃる通りありカットカットではなくも 大引きで全部大引きで見なければダメなので、はい、お客さんの目が要は寄ったり引いたりするように役者がある種工夫しなければならないということが大きいんですが、はい、まあ根幹は同じかなと演じるにあたっては複数人が一つの作品に向かって共同していくということは変わらずで、はい、私もちょっといろいろ調べてみたんですがあの舞台も,舞台もお亡くなりになったんですが蜷川幸雄さんであった あの日本のもう名だたる演出家ですが、映画も実はたくさん撮っていて、お<ー>はい、そうなんですか。そうですね。ヘビにピアスとかあと何撮ってたかな。はい、え青の炎とかあと何撮ってたかな。あの結構調べるとたくさん出てくるんですよ。そうですか。あのその新聞記事では黒澤明さんも実はあのその三船敏郎さんをそのラッシュモンでしたっけ。はい。あれの時もなんか。 同じ年に舞台を実はやったんだみたいなことが確か書いてあったと思うんですがああやっぱりお互いにない魅力っていうのもあるのかもしれませんねそうですね、はい、あのやはり大きな違いは、はい、あの目の前にお客さんがいるかいないかっていうところが非常に大きくて、はい、舞台の場合っていうのは あの生でお客さんが目の前で生で見てくれているのでその反応もやっぱり感じることができるっていうのがやっぱ一番大きいかなと、はい、そうでしょうね分かんないですけども、はい、やっぱりこう、うん、感じますよね演じていてその視線であるとか何か感動してくれてるんだなとか、はい、笑いがあったりとか。はい 泣いてたりとか。そうですね。リアルに、リアルに。はい、映画の場合はある種その見ている時間は共有できますけど、舞台は空間も一緒に共有できるので、本当ですね。そこがやっぱり大きな違いかなと思います。空間の共有は本当にあのすべてにおいて重要ですよね。はい。あの会議でもなんかズームの会議って。 本当にしんどいっていうか <laughs> そうですねやっぱ空間共有している方がある意味楽でありやっぱり本物っていう気がいたしますねうそうですねさあ鶴井会のお話この後伺います <music> さあえ今日はですねこの東映鶴議会創立70周年のお話がメインの予定だったんですが残り10分となっておりますはいさあこの創立70周年を迎える東映鶴議会これは一体どういうものなんでしょうはいそうですね知らない人も多いと思いますあ,あ、そうですよね、はい、あの東映鶴議会 っていうのは、まあ、あの例えば時代劇の作品のスターさんが、はい、あの来られた時に周りでその例えば絡み役と言われるような時代劇の時にですかそうですねはい、はい、時代劇の要は、えー、メインどころで言うといかにその華々しく散っていくかいかに死んでいくかっていうような<ー>ある種の美学を持って時代劇の、はいまあ、特に、えー、盾アクションシーンを盛り上げていく、はい、要は。 と書いて「盾」と「殺人」と読んだ人がそうですね盾ですよねはいそうですねなのでその盾をある種盛り上げていくような昔から技術集団ですねで来年で70周年でちょっと前倒しで今年70周年の舞台公演を行うんですがということは昭和27年その通りです1952年に創立してできてでもの盾師 の、要は足立礼二郎、礼二郎さんという方を、はい、まあ、要は筆頭に。その当時の、要は、あの技術者がたくさん集まって。はい、えまあ、本当にもう古い話ですが、あの片岡千恵蔵さんとか、市川歌右衛門さんとか、名だたる方に。北尾地金也さん。とか金也さんもそうですね。はいはい、はい、あの、先日ちょっと、あの、新聞のコラムにも、あの、お言葉をいただいたんですが。そうはい、あの、やっぱ鶴剣会。 でこそ育てていただいて、こその今がじ今の自分があるっていうのをおっしゃっていただいて、す,ごいです、ね、はい、もう我々も心強い言葉をいただいたなと。本当ですね。あの妙利に尽きるというか。そうですね。はい、はい、そうですか。はいはい。でまあその要は、えー、技術の、はい、技術集団をひもの披露する場をまあ今回作っていただいて七十、はい、周年ということで、まあそのあの縦し縦というものは まあそ,のそういう主役級の方々を、まあ、まさに立てるという,ああう、ね、ところとそういう,こうあの今はしかし時代劇って減ってるんじゃないでしょうか、うん、いろんなそういう活躍の場面っていうのはそうですね民放では今もうほとんどない,ないんじゃないかな NHK さんであの撮ってるぐらいかなと思いますけれども、はいまあ、10年前15年前とか本当にそれぐらい前ですと。 何本かあったなと水戸黄門があったりそ,うです、ね、それからあの遠山の金さんみたいな感じのものがあったりとか、はいいろいろありましたよねそうですね遠江の,東のまあ,ある種時代劇の特徴というのは、まあ、活劇の爽快な完全懲悪,懲悪みたいな、はいはい、気象転結がはっきりしたような、はい、そういった作品がまああの好まれた時代があったんですが、まあ、流れですね今そういうのはあんまり人気ないんですか どちらかというと傾向でいうと、はい、なんかこう侍の当時の生き様を描いたような、えー、あの作品であったり、まあ、その爽快な活劇よりも一人の人間を描くような<ー>ドラマ、えー、中心の、はい、おものがやっぱり多いかなと思いますあそうですか、まあ、求められるものが変化してきたとも言えるというところですね。はい、はい、そして この70周年、来年が本当の意味の70周年なんですけれどもあの創立70周年の記念動画作られましたよね、これは皆が、万人が見ることができるんでしょうか。はい、YouTube で、はい、あの東彌剱会と調べていただければ、はい、あの出ますのでえぜひぜひご覧いただければと思います。 何が起こるのかなと思ったら、あ,あ、そうなんだっていう感じで。公演 <laughs> 70周年っていう感じなんですが、はい、結構面白いですよね。そうですね、はい。こんな感じってあの簡単に言っていただくと、はい、はい、あのー、現代劇時代劇を織り交ぜて、はい、ええー、まあ。 バトルあり、バトルええー、まあ、活劇あるよあ,あの巻物どこにいたんだみたいな感じですよね。一つの巻物を要は巡ってのドラマをま四、あ、つ作っております。面白いですね。一日であれ撮ったんですよあれ。ええー、そうなんですか。<laughs> え、場所が違うような気もしますが、やっぱり京都の,の山のなせで、あ、そうなんですか。<laughs> はい、こう京都のなせる技というか、なかなか面白いストーリー展開なので、皆さんぜひ。はい この「東影理解」を検索して頂い,いて YouTube でこの70周年を迎えたというその動画をご覧いただくと堀田さんがまずその第1幕っていうかそうですね 1> 第1話というか、はいえー、主役級というか、はい、あれ拝見してあってってやっぱりすごいわって、あのー、思ったんですがあのー、こう実際に あの当たるっていうことはないんですか、寸止めっていう感じなんですか。えっとね、東映の場合は当てません。当てません。当てません。あの昔はもう本当二本三本一日でダブって仕事をしていることが多かったらしく。はい、いちいち当ててると、もう次の現場怪我しながら行くことになると。いうことで、はい、あの基本的に当てない。当てない。<あ>当てる現場ってあるんですか。ありますね。あの。それは例えば。たとえば。会,会,社会社によって違います。会社によって違います。あの。 立によっても違いますね、えー、その当てることをもうそれぐらいでやりなさいっていう前提としたそこにまあ,ある種リアルを見出すような立ての方もおられますしどこにまあリアリティを置くかっていうところの違いかなと、はい、で東映通勇の場合はもう当たってないんだけれどもそこにある種切られたようにしっかりとあのお芝居があできるリアクションができるなおかつ主役を立てることができる。 というような、あの、まあ、技術を継承しているというところが、まあ、大きな違いかなと思います。ああ、はい、リアルにその当てることなく。当たったか、あたかも当たったかのように演じることができるという、その。東映釣り会のこの技術を見よという、そんな感じですよね。あ、そうですね。はい。はい、あの、とはいえですね、あれ、そんな当てることはないですとおっしゃいましたが。 当たりそうに見えるんですけど、そう、当たらないですか。ギリギリのところで、はい、やっぱり刀を通したりとか。すごいスピード感ですよね。そうですね。あの、ある程度の相手との距離感。はい。それをやっぱり、日々、あのー、研鑽を積み重ねるっていう、そんな感じなんですか。そうですね。はい。まあ、当たることもありますが。あ、そうですか。はい、はい。さ、はい、えっと、この七十周年の。 あの記念の講演があると伺いました。はい、これをちょっと、えー、ご紹介ください。はい、残り三分となりますが。わかりました。はい、東映鶴井会です。はい、えー、よろしいですか。はい、どうぞ、はい。10月の17日、今月の10月17日日曜日に、えー、昼夜講演です。お昼の部が14時30分。 夜の部が17時30分からの開演です。場所がですね、えー、京都府立文化芸術会館で行います。はい、えー、前席指定で前売り2,000円、当日2,200円になります。えー、どんな内容なんでしょう？はい、例えばその投影の,、まあの美しい、えー、立ち回り、活劇あり、時代劇の撮影を。 まあ実際にカメラを置いて撮影風景を、はい、こんなふうにカメラは撮ってるんだみたいな。はいそうですねカメラを置いて撮影を前提とした現場の立ち回り、えー、舞台と現場の立ち回りの違いであったりとか、はいえー、あるいは洋式的なあの立ち回り縦田村と言われているようなよ洋曲に乗せて、えー、え立ち回りをしたりですとか洋<う>、えー、式とリアルあとそうですね縦を学術的に あの解しこれはこうあのー、なんか打ち合わせの時面白かったですね、あのー、決まりっていうか型そうですね、はい、盾はやっぱり殺すのが目的ですか、あのー、えっと私はそれぞれ観点はあると思うんですが私はなんか守るために刀を抜く方がやっぱり。 あのドラマがあるんじゃないかなと思います。ただ殺すために抜くんであれば人殺しですからね。ただ、ね、そうですね。はい。まあはい。そしてこの17日まだチケット購入できるんですよ。できます。あの夜の部があのまだチケットあのお求めやすくなってあの席の関係でお求めやすくなっていると思いますので、はい、ぜひぜひはいあの皆さん、えー、お立ち寄りいただければと思います。おそうですか。おたさんは昼の部も夜の部も。 両方の機会があるんでしょうか。両方出てます。あのー、撮影風景をもした縦のシーンの主役をやっておりますのでぜひ見てください。そうですか。ホタさん残り30秒ですが、あのー、なんか夢ってきっとあると思うんですけど、なんかこういうことをしたいなっていう。はい。私は今大学で教えてますが、教えごと共演することです。おお、しそうな。 学生っておりいますはい、有力な子もたくさんいますよいやそれは楽しみですね <laughs> はい、わ、はい、かりましたこの番組は足立病院ローバート市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力で堀田孝博さんにお話を伺いましたありがとうございます